茶太郎というケチな。ゴルフ。ゴルフ。すいません。ゴルフ。ついに。こんなもの出てくるんだろう。違う。え？マキオちゃん。立たねえじゃねえか。チャンネル、こんにちは。ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本のお笑い動画で、ドリフターズの引退した伝説の堀氏を見ていきたいと思います。もしこの動画良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。 OK, 내가큰일난이유만 complain 집을 사주고 성진등중의기념 できた。 これが私の最後の作品だ。 悔いはないわ。入れ墨。こういうの入れ墨というなんだ。知らなかったこと。もう最後って言った。ごめんなさい。見たことないな。何問題？えい。おっしゃ。茶太郎というケチなヤクザもんでございます。俺なんか用かい？知らなかった。ぜひ先生に背中に墨を入れても欲しいんですが。それはダメだな。そこんとこ一つよろしくお願いいたします。俺はもう足洗ったんだよ。超一流の先生に墨を入れて欲しくて明日ヤクザもんになったんでございます。どうか一つお願いいたします。ダメなものはダメだな。先生の彫り物を入れて男をあげてんです。おめえな、彫り物は別名我慢つってな、そりゃ苦しいもんだぜ。え、どんな痛みにも耐えてみせますんで。そこまで言うのかい？え、ちょっと肌見せな。え。おめえさんゴルフやってんな。ゴルフ。ゴルフ。すいません、年の割にはシミが多いな。よし、わかった、掘ってやろう。ありがとうございます。恐ろしそうな音楽と我慢するんだぜ。出てくるんだろう。ヤクザって言ったんで。違う。できたぜ。怖いのはず。終わったよ。先生。ああ、見ていいですか。ああ。今度は自信があるぜ。ちびまる子ちゃんだ。マキオちゃん。好きなんだ俺。こんなもん好きなんだ俺だって。男が立たねえじゃねえか。好きなんだもんだって。いやだ、羨ましいな。羨ましいな。知らないけど、そうそうと違ってなんか面白い。はい、皆さんどうでしたか？そしてお久しぶりって言いますね。なんか、毎1週間に、ちゃんと動画アップしているんですけど、実際はナリトも最近忙しくてあんまり動画撮れなくて、今回はすごい久しぶりに動画撮って、います。そして久しぶりにドリフターズを見て、まずね、この動画短いんでしょうね。短いけどなんかやっぱり想像と違ったのが、もちろんやっぱりなんか違うなと、最終的に違うなと分かっていても、それでもなんかそういう動画できた、お笑いできた、お笑いコントで演技で
知ってきたドリフターズを見てやっぱり笑っちゃう、面白くて笑っちゃうんでしょうね。特にああいう成田が外国人で言葉はわからない部分があるんでしょう。先みたいな言葉とかもなんか足洗ったとかそういうまっすぐの意味じゃないでしょ、うん、それなんか難しい言葉出てきてもそのアクションで面白い、やっぱり面白い。なりと少し日本語わかる人で一般のカンボジア人よりなんか意味わかって面白く見てるんですけど、日本語のわからない人たちもたまにね、あのカンボジアの、パブリック有名広がってるやってるメディアは Facebook とか Instagram とか TikTok とか、たまにそういう日本語のわかんない人たちでも勝手に、ドリフターズの吹き替えクメル語で、ナリトがその吹き替えしたこととオリジナルの動画を見ると全然意味のわからない、ことになっちゃうんですけど、すごく面白く吹き替えしていた動画があった、全然意味の違うの、なんか見る人が勝手にそう思って吹き替えて面白くカンボジア人用に面白くさせたようなことがページが多いって多いかな、なんかよく見られていますということで、ドリフターズはカンボジアでも、なんかみんな好きですよ。話戻ると今回の動画を見て、入れ墨のコントというか、入れ墨ってカンボジアは、彼らのお店を見るとだいたい中国人とか、欧米人がいっぱいやっているようです。なんかよくやっているようですね。特にもし女の子だったら、可愛いお花とか、好きな文字とかを入れている。入れ墨日本ではどうでしょうね。カンボジアはこんな感じ。はい、皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。今日のコメントが結構長かったですね。皆さんもお元気でいってらっしゃい。今回の動画ナリトのコメント長いと思うかもしれないけど最後まで聞いてくれてありがとうございます。また新しい動画でおすすめしてください。じゃあまたお会いしましょう。ジョブジョブ。